さあ、築城税ホテル入ろうぜ、パレット。どの部屋にする？どの部屋にする？一斉のせいでボタン押そうか。ここはあの BGM も一緒やな。あれカードゲームやれるんじゃん、あそこ。12時過ぎる前に何だっけ、え、君はシンデレラガール、魔法がやったっけ、どんなんだっけ、シンデレラ。11時まじ、え、ちゃうな、え、どんだっけ。このホテルはよ、確かにこれ逆に疲れるよな、このホテル。あ、11時まじかのにぎわう街並みにさよなら言うには全然早すぎるのにか。これチーンって鳴らしたらニェーとかって出てこやんかったっけ。なんだ、誰もいないのか。バレットビビるんだ。あ、そう、ほら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 、こうやこうや。これ、あ、これって人がやっててんや、ちゃんと。頭血昇るやろ。え、結構重労働やな、ここ。男に女さん、レトレト、あと動物一、動物一。ペット様はどういった種類でしょうか。あれは犬。男さん、女さん、ね。さんさん。かしこまりました。それでは、え、絶対やりにづらいってそれ。どう、申し訳ございません。あ、それ iPad なんや。満室になっております。だよ。他の宿は。申し訳ありません。ここしかないやんな。ゴールドソーサーは、ゴールドソーサーにあるすべてのホテルが満室となっております。はあ、ケトシ、もしもし、お困りですか。お困りです。どう思いか、よければ僕が部屋用意しましょうか。はあ、はい、ケトシ、ぼったくろってのか。そんなことしませんって。なんやったらお代も僕が出させてもらいます。あー、いいな、キュッとし、しゃべり方、ね、あー、かわいい、かわいい、かわいい、なにそれ、なにそれ、なにそれ、あ、めっちゃかわいいねんけど、え、ちょ待って、めっちゃかわいいねんけど、キュッとし、これはなんだ。君、悪いけど、もう一度確認してんか。ん、今何したん、キュッとし。たった今キャンセルが出ました。そんなことある。コンペリルームとエリゴルルームでしたらご用意できますが、なんか嫌な、嫌な名前やな、エリゴルテ。さらにトンベリはまだ A として、エリゴルテ。ほんなごゆっくり、ははさよなら。ありがとう、ケトシ。お部屋は4階になります。階段を上がった先のエレベーターをご利用ください。ケットシー、どういう流れで仲間なんやろうな。これバードできなさそうやな。やりたいけどな。いや、ごめん、嘘、やりたくない、沼るから。こっちなーに、バーっぽいよな。なんかおるな。ごめん、全然存在気づかなかった。そのスタッフ不在かよ。階段登っていこうか。あ、普通にエレベーター。あ、まだケットしおるわ。何ですか。 Hey you! Hey you! ってこれ真似しようかな。ちょっとこう、占いはどうですか。占いしつこいな。かわいい、かわいい、かわいい。ランニングマンしてる。このポーズめっちゃかわいい。バカにしたらあかんで。うせものうせびと何でもございや。このエセ関西弁ってのあんま好きじゃないけど、このケットシーンは許せるわ。ほう、セフィロスですか。よっしゃ、ほら行きますせ。にゃ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 。クソかわいいねんけど、クソかわいいねんけど、クソかわいいねんけど。中吉、活発な運勢になります。周
りの人の好意に甘えて人頑張りしておくと夏以降にドッキリな予感。マジでマジで、これがセフィロスの居場所か。変やな、ちょっと待ってや、モモア、カモン。一緒や一緒や、ここら辺の何回もやるのな、下りは。忘れ物に注意、ラッキーカラーは黒。ラッキーカラーは黒。もういい。あ、いやいや、もっぺんやらして。あ、ほら、頑張るんや。これどういう仕掛けなんやろな、このモーゴリな。どないしました？求めれば必ず会えます。しかし最も大切なものを失います。しかし最も大切なものを失います。縁か悪いんかようわからんな。あ、めっちゃ可愛い。何この、何その、何その仕草。めっちゃ可愛い。最も大切なものってなんだろうな。確かに受け取り方でだいぶ変わってくるからな、この最も大切なものってものが。めんどくさいこと言うんじゃねえ。えらい、すいません。あ、かわいい。かわいい。歩き方もめっちゃかわいい。あ、もうすべ、あ、もうケットシーかわいい。うまくやれるんやけど。レッドと同じような、ペット感、愛くるしい感がある。ケットシーと、地獄域のエレベーターにようこそ。いやです、さようなら、乗りたくないです。 ごめんなさい、ごめん、間違えました間違えました。乗らなあかん乗らなあかん。四階を顔しろ。あ、はい。普通かい。四階に参ります。お前今、あ、はいって思いっきり普通の素の対応したやろ。あ、そっち行くんやみたいな。あ、ペタパルマ、パルマもビビりそうやけど地味に好きそう。あー、ルードはまあビビらんとして、イリーナどうなん、ビビるのかな、どうなんやろ。イリーナちょっと気になる、ビビる。あ、めっちゃビビるやん、めっちゃビビるやん。なんか期待してたリアクションしてくれた。パルマ予約が入っている。あ、パルマ予約してんねんや。なんかもう予想通りとか、もう想像通りなんやろ。やってほしいリアクションしてくれたよな、イリーナは。はい、もしかしてキャンセル入れられたんじゃんこれ。キャンセル、ね、ほらほらほら、あのさ、ケットシーってリーブや、リーブなあ、やから、そうやってキャンセルしたんか。なるほどな。ドンベリルームとエリゴルルームですが、はい、先ほどパルマ様よりキャンセルを受けたまわっております。そんなはずは。パルマ、うん、どうかした。部屋がありません。ちっちゃいな。うひょうひょうひょ、このパルマのモノマネも僕頑張ればできるんだけどな。でもこいつら何しに来たんやろ、遊びに来たんかな。遊びに来たんやな。大人のコーナーはどこ。 あんねや、ちゃんと。どこどこ、大人のコーナーもあんねや、ちゃんと。そうか、ケトシも言うたらシーナ側の人間やからいじれるもんな。はい、ありがとう。当ホテル自慢の部屋を存分にお楽しみください。声優も大変やろ。存分にお楽しみくださいって、このなんかロートーン、ロースピードで話さなあかんからしんどいやろ。どんな部屋かな。冷蔵庫の中にエリクサーあるかな。エリクサーあったかな、入ってんのな。あ、トンベリ。え、かえ、この加湿器めっちゃ欲しいねんけど。え、この加湿器めっちゃ欲しいねんけど。すげえ。え、公式グッズ半年後ぐらいとかでもいいから販売せえへん、トンベリ加湿器。ジョニーの安宿が恋しいぜ。わかる。まだジョニーの方がマシよな、これは。ちょっと出てくる。お、どこ行くんや。遊ぶんじゃねえ、散歩だ。散歩。へへへ、分かってます分かってます。あの、ルードとイリーナお互い気づけろ。お前はちゃんと目閉じて休んでおけよ。ほんと時々変だからよ。ほんまにな。ああ、変やからな。そうする。冷蔵庫、冷蔵庫、とりあえず冷蔵庫とこの加湿器。え、これ
掃除機。あ、みんなの恨み言うてる。あ、めっちゃ。え、ちょっと待って、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、どんべり、これめっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛いねんけど、欲しい、普通に欲しい。え、これは普通に欲しい。取れじゃんな。ごめん、全然びっくりしやんかったわ。ごめん、普通にエリクサーかなと思って期待したら、何も全然違うやつだったけど、何もびっくりしやんかったわ、それ。クソしょうもないねんけど、だからグルクラウドのリアクションも面白い。な、これ、なんか、カボチャ調べたら、ガッハ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 みたいな笑う、こう、ギミックとかもなかったっけ？こっちは、開けへんか？シャワールーム的な。開くわ。なんもなかった。あ、トンベリが描かれてる。あ、すげえ！え、めっちゃこれすげえ！うわ！え、てか、あのさ、ディズニーでさ、ツイステのホテルコラボのあったやん。そんな感じでさ、なんかこの期間限定どっかでいいから FF とコラボしたこんな部屋やれへんかな。めっちゃそういうの泊まりに行きたいねんけど、冷蔵庫はないんかな。なんかダブルベッドだけあるけど、ここえめっちゃついてくる。このトンベリめっちゃ可愛いねんけど、冷蔵庫がない、冷蔵庫がない、エリクサーの果て冷蔵庫がないから、もうここで寝よう。ただここで寝てみたいけれどな。ここで寝てみる。ここで寝るしかないよな、せっかくやし、一人やし。そう、みんなの恨みってめっちゃ可愛いねんけど、あのどんぶり疲れてるのかもな。あんま休んでないもんな。休みなさい。ごめんな、この後何もしてやれなくてさ。この声はザックスや。そうやな、ザックス。何もしてやれなくてさ。5番街するの。エアリスの家。あ、あ、なるほどな。え、今誰に対してごめんなって言ったん、こいつ。